アロハ、 JAL ホノルル支店ゆいです。この動画では視聴者の皆様に今のハワイに触れていただき、そしてハワイを存分に感じていただくことを目的として、 JAL グループ社員がハワイの今をお伝えしていきます。さて皆さん、ハワイでの滞在中に移動手段といえば何を利用されますか？空港から市内への移動、あるいは少し市内を離れる際などにタクシーを利用される方も多いのではないでしょうか。ソーシャルディスタンスという観点でもタクシーは安心ですよね。こちらはジャラーロカードプログラムで人気でお得なチャーリーズタクシーです。乗客の乗車前にシートベルトを消毒、車内には消毒剤が常備されており、徹底したコロナウイルス対策がなされています。もちろんお客様が降りた後は車内やシートベルトの除菌をきちんとしているので、乗車の際も安心です。またハワイの移動手段として近年注目を集めているのがバイクシェアと呼ばれるレンタサイクルビキです。ホノルル市内にある130以上のステーションで借りることができ、返却時は空いているステーションであればどこにでも返却可能なので非常に便利です。このようなコロナ禍で密を避ける移動手段としてすごく魅力的です。ホノルルの心地よい風を感じながら、普段はなかなか訪れることのできない場所を通ってみるのも、市内を少し離れて遠くまで足を伸ばしてみるのも、いつもとはちょっと違うハワイを感じられていいかもしれませんね。アラモアナセンターに来てみました。ホノルルでの楽しみといえば、その美しい自然に負けず劣らずショッピングをあげる方も多いのではないでしょうか。アラモアナセンターはオープンエアのショッピングセンターとしては世界最大級で、350以上のショップが並んでいます。デパートやブティックだけでなく、日本では買うことのできないハワイならではのアイテムなど、何でも揃うのが最大の魅力ですよね。ここアラモアナセンターはコロナウイルスの影響で一時は営業を停止していましたが、ハワイの自宅待機令が解除されてからは、さまざまな感染防止対策を実施しながら営業を行っています。消毒剤が店舗ごと用意されているのはもちろん、入場制限の管理やお客様同士の間隔を約2メートル確保するためのサインの掲示など、さまざまな安全対策がなされています。ご覧ください。こちらにはハワイならではのカラフルなマスクが販売されています。センター内もマスクの着用が義務付けられていますが、ハワイらしくて可愛らしいマスクをつけてショッピングができたら、なんだかそれだけでワクワクしそうですね。現在 JAL のハワイ線は不定期の臨時便で運行を行っていますが、3月26日より週1日の定期便運行を再開する予定です。このコロナ環境下では、パスポートおよびエスタ申請に加えて、出発前の PCR 検査や必要書類の事前登録、そして帰国時にも PCR 検査による陰性証明書の提出が必要となっていますので、渡航の際にはハワイ州観光局の特設ページを必ずご確認ください。 JAL では皆さんが注目しているハワイに関する情報をこれからも SNS などを通して定期的に発信していこうと思っています。それでは次回の JAL ハワイチャンネルもぜひご覧になってくださいね。皆様とハワイでお会いできる日を楽しみにお待ちしております。アフイホー、またお会いしましょう。